皆さんこんこにちは昭和の目でコロナ問題はほとんど取り上げなかったんですがワクチンも皆さんご存じと思いますコロナが始まって以来ね切り札はワクチンであると。ワクチンが出てくるとこのコロナ問題は終わるんだという論調は去年の4月ですかね4月頃から世界の各国で言われまして一斉に ワクチン開発競争に入ったんですところが我が日本はなぜかそのワクチン開発競争にねジャパンの名前がなかったんですよ1年前ですよ今じゃありませんから私は驚くというよりもどうしてだろうという思いでこのワクチン問題はずっとこの1年間ぐらいですね主にヨーロッパアメリカを中心にね海外情報を注目してまいりました。今年に入りまして 2月の十何日ですが初めて4万箱を届きましてね確か4万人か8万人の医療従事者に始まったということはあまあ当然ながら日本人として朗報として、えー、新聞テレビで放映されましたが私は暗い気持ちでこの情報を見てました。えー、今日日ははなぜ我が日本は、ね、先進国に比べて 大幅に遅れたが、簡単に言いますと約1年遅れてるわけですよね。まず一番最近のじゃあ先進国と言われるヨーロッパ、中間属イギリス、それから EU、もし EU を代表するドイツ、そしてまあアメリカとこの状況を最初に少し皆様に報告しておきます。特定の新聞にはね細かい情報もあるんですが。 少なくともテレビもしくは週刊誌を含めましてね多くのメディア今はこういう状況ですから動画など YouTube なんかも含めましてね我が日本ではワクチンについての記事は非常に少ないんです驚くほど少ないその記事も全くデタラメというよりもねほぼ偽情報に近い近いんですよ偽と言わないんです多くの国民の判断を間違わせる情報しか出ませんいそういうい 全般の話は別にしましてねまず一番最近のこのイギリス A はイギリスですねイギリスでは大人の半数にワクチンがままず終わりましたよという情報ですでこれを司祭に見るとねワクチンが成人の半分というわけですから約半数の国民にワクチンが打ったらどうなるかという一つの答えが出たんですよね。どういうい答えかと それは感染者数が劇的に減りました劇的にえ、劇的に減っただけではわからないですねイギリスはですね我が国と違って予防面では全体に言えばヨーロッパ諸国はですねアメリカも含めてえ、日本みたいに立派じゃないんですよね皆さんご承知の通りだからアジアは進んでたんで予防はそれはマスクをつけるもしくは会話をしない密度を下げるそういう国民全体の努力はねアジアは台湾を含めてシンガポール 場合によってては中国もも入れてもいいでしょうか。大成功したと言って日本も称賛褒められたんですよ。でもそれはワクチンが来る前の話でイギリスはワクチンが来るまではね悲惨でした人口は確か6,800万ぐらいですかドイツが8,000万フランスが7,000万まあ日本と3分の2ぐらいの数字ですかねあね日本に1億2,500万ぐらいですから。 ところが日本で1,000人2,000人もしくは3,000人一番緊急事態で多い時が3,000何百人ありましたね一日でまあ大騒ぎとは言いませんがもう大変だ大変だ大変だということで緊急事態宣言になったんですけどイギリスはなんと一番多い時はあ去年の何月ですかね秋口でしたね10月頃でしょうか5万9,000人ぐらい一日です約6万人ですね だから日日本の人人口にすすると1日10万人ですよ感染者、えー、死者の累計も死んだ人の累計もこれはもう発揮人数で出ますが12万3,000人ぐらいですかねそれがこの半数にワクチンが回ったという記事これは23日前の記事ですけどねニュースです同時に3月の7日以降ですか、えー、3月の7日以降感染者は 新しい感染者は5000人台になったと。5700人だったんですかね。もう一度いますよ。6万人だったら、1日6万人だったら5000千台千人台に入りましたと。10分の一に減ったんですよ。これは何を意味するか、ぜひ皆さん考えてほしいんですよ。やはり本命はワクチンだなと。1億2000万のわら国民が必死でやってきてね。でもワクチンが最終的に来ないと完治は、もしくは ああ完全に減らないだからああ2年も3年もかかるんじゃないかというのはワクチンを計算していないから言ってる、まあ、そんな具合でねなぜイギリスがむしろアメリカじゃアメリカもですねあのいろいろ叩かれましたけどねワクチンに関してはああ早くからやってましたから、ねえー、ようやくその威力を発揮させましてねイギリスが7千二千七7 0 0万人ワクチンが終わりました。 アメリカは万人ですからイギリスよりも人口比が少しまだ足りませんけどねでもまあ2ヶ月か月3か月内に全国民にワクチンを接種できるよ具体的にこう,いうこういうスケジュールでもうスピードでアメリカの馬力ですね猛スピードでワクチンやってました EU はちょっと、ね、イギリスは、ね、ヨーロッパドイツおよびフランスイタリアとこれは EU ですね EU 括弧20。 8号ぐらいあるんですか。イギリスは全部別にカウントしてますからね EU は実はちょっと揉めとるんですよねドイツなんかやろうと思ったけど十分量がないフランスなどもっと激しいですよねドイツに取られて EU のあれは量は契約したしたけど来ないんだ確か EU 各国はねイギリスが約国民の政治の半数に比べてましてね5%とかせいぜい私イギリスはドイツは今 680万人ぐらいイギリスの十分の一なんですよ。人口はちょうど1000万ぐらい多いんですけどね。なぜだということで、えー、盛んに今 EU の中で、えー、激論したんですよね。責任追及なんかやったんですよ。しかも中身いろいろ読んでみますとね、いつイギリスはどこと契約した。ファイザー社とアストロゼネカと契約したと。でも値段があファイザー社は高いからね。 そんなことやってるうちにねよそへ持っていかれたがそれははっきりしないんですけどねいずれ契約書通りに物が入らないそれはあー EU のねえーワクチン担当特に EU 担当大臣にいますからが下手くそだったからということでえ責任追求えしようとあそうすると 今はこういう時期だからね、えー、責任追及はこのワクチンコロナ騒動が終わってから根本的に全部何が問題だったかやりましょうただ国民にはね、えー、どういう経過かをね逐次報告しています。えー、特にあの目を引くのはね、えー、一体 値段を何本で買買ったたんんだだととおうと契約したんだと、えー、私も金額を初めて分かりましたけどね、えー、ファイザー社は随分高値を出しとるんですよね一番最初にやったから独占的価格じゃないですか値段は全部ありますけど今日はここで細かい数字言いませんけどいずれ、えー、アストラカゼネカのね、えー 6分の1とか7分の1の値段で買えるわけですしね、えー、保管温度もおマイナス70なんてなくていいんだとかまああ後から出たところは非常に条件がいいわけでね、まあ、そういうことで、えーまあ、いろんな理由でもめたんはあるでしょうけどとにかくおそれでもおー国民のおー5%ぐらい。 これはスペインの例ですけどねそうしますといずれ、えー、工場も販売契約もあるわけですからそういうスケジュールをー国民に話して、えー、一つ一つ例えば副作用があると言ったらじゃあすぐ確かあれば 奥州大学ですか、ね、どっかで、えー。研究して。えー、まあ、比較的。軽い。えー、ワ、クチン。コロナで命を落とすよりもね。ぐっと、県立は二重、少ないからね。ぜひ。えー、ワクチンを。打ってください。大体、これが、ヨーロッパの。 主主流流ですね,主流ね要は政府も国民もねある程度ああのこれを忘れましたが、えー、イギリスはこの1日6万人近い感染者がね10分の1になったということで今までの いいろろやってきた規制をね段階的に学校も再開する居酒屋もやるホテルも旅館もという形でね一つ一つ海外旅行も解禁したんですよねイギリスは自信持ったんでしょうね。要は、えー、ワクチンというのはね当然と言いながら。 パンデミックやるコロナの騒動を抑えるにはまさに切り札的存在ということを国民に目に見せましたよこれがまあ今日私が初めてこのワクチン問題を取り上げた理由です。さて我が日本は私は私 今からいうことをね言うに絶えない恥ずかしくていや恥ずかしいわけじゃないんですねあまりにもひどいんで国民も政府も事実を一つも発表してない。 私は戦前の言論統制というのねあったらしいんですけどよく知りません小学校3年ですから戦争に負けたがでもおそらく同じじゃないかと日本が戦争に負けつつあってもね一切発表しなかったと同じ状況で政府は我、はあ、国民をはっきり言います 騙し続けておりますそんなことない皆さんは言うし言ってください構いませんでも事実を言えば皆さん納得するはず例えば今我が国でね、えー、ファイザー社と契約して医療従事者に 確か万人この人が順調に売っていくよというのがあ2月13日に言って実際は、ね、そ23日後ろに来るんですけど各県に2箱ずつぐらいいったんですね2箱ずつで,すでもワクチンを全県に配ったのは事実だから全県に配ったよということを政府は言うわけですよ。 双子配って400人か500人ぐらい打てるんでしょうねでも一箇所ですよ一件でですよでも医療従事者に680万人に、ね、全部ワクチン打つためには少なくとも3月末まではかかるというのがあ政府の話ですね もう3月今日は23日ですかその通りはいかないみたいです世界的にワクチンを不足河野さんはこの大臣は必死にやって。 私はよくやってると思います。しかし、慢性、世界中のが競争で、しかも、我が日本が言ったのは、一番遅いんです、えー。次に高齢者に移るには、それ以後、6月までに、 桁数違いますね。人数が何千万人ですね。でも。政府の言ってるのは。全部行き渡るようにしますよ。とは言ってます。ここからが E. U. とかアメリカとか。ね、イギリスと違うところでして。何月、まあ、何日はなくてもいいです。 何月の何日頃にどういう契約をしているかアストロゼーカなりねファイザー社とそしてそれがあ何日に来るという約束をしているかということはさすがの政府も言えない言えないのはやってないからですね契約。 いや契約したと新聞でと出ました、えー、でも値段のせいか量の足りないせいかは分かりませんがだからあ健常者は普通の市民に来るにはね秋口だ。 私はわかりませんよ。私ら予想しても専門家ではありませんけど。でも9月は今の情勢はとても無理というのは世界の情勢です。イギリスは早い、アメリカも早い、ヨーロッパも早い。まあ日本にかくせは早いってなんて問題じゃないですよね。向こうはもう何百万何千万単位で日本人は。 現在何万人国民のパーセンテージいけば、ね、イギリスの成人の半数点は50%になりますけどそれに加えますと日本の場合は今はスペインが5%っ言いますが5%そんな単位にならないんです。1%ならないんです。だから ほんの少数でも配ったら配ったイスに来るそういうことはそれは政府の言う通り飛行機で、ね、2回か3回テレビを流しましたでも日本はワクチンに関しては世界的に後回しこれは冷静に 世界情勢を見たら、これを言うしかないんです。原因はなぜだろう。えー、皆さんね、去年の四月まだ一年経ってませんから、そんなフレーム話とは言わないでほしいんです、えー。日本でも最初の第一波が来まして、もちろんアメリカも来まして、世界中が大変だ。 と同時に先ほど言いましたように急いでワクチン開発しようと言って各社いわゆる製薬会社がねもしくは国が発表しましたえその時は発表したのはアメリカの会社が4社ですかねえイギリスはアメリカともドイツともね自分の国ではできない研究そういうあれで 共同開発に参加する、まあ、特にあのオックスフォード大学はドイツのアストラゼネカとやりましたからね、えー、かイギリスは共同開発として名乗り上げてアメリカはもちろん自分の国を起用あとは中国とロシアと。えー 私はその中国ロシアよくやったというかしかになぜジャパンがという思いで見てましたそしたら今度と最後にインドも開発もうここへ来ますとね私はね誰も言えません不満は。でも一体日本は何やったんだろうえー、日本の 一般産業が皆さんご承知のとおりね自動車がおそらく世界一でしょうね今は今はよまあその他え優秀な企業はいっぱいおるでもなぜワクチンを日本は開発に参加しなかったか理由があるんですえこのテーマは 続けて来週やりますが、少なくとも日本は参加しなかった。なぜ参加しなかったい最大の理由はですね、皆さんもよくご覧ください。ワクチンというのは、もしかしたら流行は1年で終わるかもわからない。普通の薬と違うんですよね。今までの何回もありました。いろんな SARS とか何とかでね、2年でしぼんでしまうかもわからない。何の保証もなく、 何十億人分作るというにはできっこないんですだから国が開発の協力を出すとかもしくはできたやつは1年分2年分は優勝で国が全部買い取るだから企業はやれ、まあ、全体国家的な中国は当然そうだしでも アメリカでもヨーロッパでも基本的に全部それですで企業も暴言精神がありますからね一発当たればすごい利益になるまあ企業の利益の計算をこれやってもしょうがないやりませんけどでも世界の人口はこっちの通り私は70億人ですか。 全部やらなくても 50, 万50億人60億人の市場を何社かでやるわけですからわが国が本当に大流行したら大きな収益になるいわゆるところが日本の製薬会社は理由は、ね、私は 聞いてませんし発表してませんからわかりませんが基本的に一社も手を挙げなかっただからいよいよこの通りワクチンが必要になってもね日本は我が国は後回しになるわけですよえこの後はですねえ去年の7月以降の ワクチン会社の状況は分かってますからえ続きはね問題はなぜ日本企業が日本国家がワクチン開発に参加しなかった手を挙げなかったその理由を聞けば皆様は愕然とするでしょう。だかかからら参加しなかったことをね国民から 激しく追及されると困るから一切教えないもちろん野党は追及しない何も知らぬいで日本人はただ黙ってワクチンを待ってるというのが今の状況です、えー、来週はあそれを具体的にどういう会社がどんな形で開発し、えーえー そういうい話もしましまてね今後の日本が医学でこれだけだから,ですから他かの分野でも似たようなことはいっぱいあるんじゃないかということまで考える一つのねそしてそれはまさに今進行しつつある、えー、私が日本国の将来を埋められるのは 一にワクチンだけじゃないですよ。今の国もリーダーがいない。企業もベンチャー精神を失った。なぜなんだ。あの日本はなんで世界の53カ国がワクチンを打ち始めたのに。去年の11月の話です。ジャパンの名前が出てこなかった。三流国になりました。という一つの、それが全て三流国と言いませんけどね。でも ワクチンに関しては日本は三流国ですよ三流国扱いですよということで、えー、とりあえず前半は終わります次週はもう少し、えー、各企業別日本の企業も含めましてね、えー、実際こんなこともありましたということをね、えー、全然やってないわけじゃないですからそのあたりもお皆さんに報告したいと思います。じゃあまた来週